マリオン・バルトリー、マリオン・バルトリー、マリオン・バートリー、1984年10月2日帯は、フランスル・ピュー・ヤンブレ出身の女子プロテニス選手。フォアハンド・ストローク、バックハンド・ストロークとも、両手打ちの選手。WTA ツアーでシングルス8勝、ダブルスで3勝を挙げた。2013年ウィンブルドン選手権女子シングルス、優勝者。自己最高ランキングは、 シングルス7位、ダブルス15位。身長170センチメートル、体重63キログラム。医師である父親の手ほどきで6歳からテニスを始め、2000年2月にプロ入り。2001年の全米オープンジュニア女子シングルス部門で、スベトラーナクズネツはロシアを破って優勝し、翌2002年の全米オープンで予選3試合を勝ち上がったバルトリは、 本戦1回戦で、アランチャ・サンチェス・ビカリオを6から3、6から1で破り、第4シードのリンゼイ・ダ・ベンポートとの3回戦は、進出した。2004年4月、バルトリは、モロッコ・カサブランカ大会の女子ダブルスで、フランスの同僚選手、エミリー・ロワとペアを組み、女子ツアーでダブルス初優勝を果たす。この年のバルトリは、全仏オープン1回戦とウィンブルドン3回戦で、 日本の杉山愛に連敗した。マリオンバルトリのテニス経歴は2006年に大きく開花し、1月初頭にニュージーランドオークラウンド大会の決勝で、ベラズボナレはロシアを6から2、6から2で破り、女子ツアー大会のシングルス初優勝を達成した。全米オープン終了後、インドネシアバリ島の大会で2度目のシングルス決勝に進出するが、そこでは、 スベトラーナクズネッツォワに敗れて、準優勝になる。10月第2週の AIG ジャパンオープンでバルトリは、第1シードに選ばれ、順当に勝ち進んだ。決勝戦の相手となった、日本の中村愛子も、フォアハンドバックハンドとも、両手打ちの選手で、フォアバックとも、両手打ちの選手同士が、WTA ツアー大会のシングルス決勝で、対戦するは、ツアー史上初めての出来事であった。 バルトリは中村に2から6、6から2、6から2で逆転勝ちし、ここでツアー2勝目を挙げた。11月にはカナダ・ケベックシティ大会でも優勝があり、シングルスで年間3勝を記録した。2007年5月のチェコプラハ大会決勝では、バルトリは同じくフォアバックとも両手打ちの選手である日本の森上明子に1から6、3から6で敗れた。 全仏オープンで初の4大大会4回戦に進んだ後、ウィンブルドンで快進撃を見せる。第18シードのバルトリは4回戦でエレナ・ヤンコビッチ、セルビアを破って波に乗り、準決勝では第1シードのジュスティーヌ・エナンに1から6、7から5、6から1の逆転勝利を収めたが、決勝で過去3度優勝経験のあるビーナス・ウィリアムズに4から 6? 1>, 1から6で敗れて、準優勝になった。2009年は、全豪オープンで、初のベスト8進出があった。第16シードのバルトリは、4回戦で、第1シードのエレナ・ヤンコビッチを6から1、6から4で圧倒したが、続く、準々決勝で、ベラ・ズボナレは2、3から6、0から6で完敗した。2011年全仏オープンでバルトリは、全仏では、 初めてのベスト4に進出した。準決勝で前年優勝のフランチェスカ・スキアボーネに3から6、3から6で破る決勝進出を逃した。続くイーストボーン大会では決勝でペトラ・クビトバを6-1、4-6、7-5で破りシングルス6勝目を挙げた。ウィンブルドンでは4回戦で2連覇中のセリーナ・ウィリアムズを6-3。 76で破り、準優勝した2007年以来のベスト8進出を果たした。準々決勝では、ザビーネリ式に46、76、16で破れた。10月の HPO オープンでは、決勝で、サマンサスとサーに63、61で勝利し、シングルス7勝目を挙げた。2012年全米オープンでは4回戦で、ペトラクビトバを16、62、60で破り、 全米では初のベスト8に進出した。準々決勝ではマリアシャラポワ263、36、46で敗れた。バルトリは女子シングルスで準優勝した2007年ウィンブルドンを最後に女子ツアー大会のダブルスから撤退し、以後は活動をシングルスのみに絞った。2013年のウィンブルドン選手権では女子シングルス第15シードから上位シードが 次々と姿を消す中、勝ち上がり、決勝に進出。決勝では4回戦で、今大会優勝候補の大本命、34、連勝中だった第一シードのセリーナ・ウィリアムズを、破った第二十三シードザビーネリー式、ドイツと対戦。セットカウント2から0、6から1、6から4でストレート勝ちして、初のメジャータイトルを獲得した。 4大大会出場47大会目で初優勝したのは45大会目で同じくウィンブルドン選手権で初優勝した矢野ボトナを超えて最地記録となった。しかし2013年8月14日新シシティ大会の2回戦でルーマニアのシモナハレブに敗退後怪我のため引退することを発表した。2017年12月2018年から 現役復帰することを発表した。しかし2018年6月に復帰断念を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。